はい、ということで正解は×です。まあ、正しくは受け身ではなくて、自発の助動詞となります。はい、今回のルーダネの識別が問題となっているわけですが、驚くのようなね、こう感情に関するような動詞に接続して用いられるルーダネに関しては、基本的に自発になることが多いよというのはしっかりとね、覚えておくといいかと思います。また、ね、受け身に関しては、これ必ずというわけではないんですけども、なんとかによってみたいな、こう英語流by みたいな動詞の主体がね、明示されていることが多いよってもね、合わせて押さえておくといいかと思います。はい、ということでこちらは正解は丸です。ということでね、こちらもね、ルーダネの識別が問題となるわけですが、まあ、今回はね、この尊敬の助動詞ということで、まあ、尊敬のね、助動詞に関しては基本的に主語がね、身分の高いものである時に用いられるよと、まあ、今回であればかの大納言という形でね、まあ、大納言という身分の高いものが主語となってきているので、まあ尊敬語になるのではないかというふうに分析することができます。で、あとルーダネで唯一出てきていない可能に関しては、結構この否定語をね、伴って言うことが多いっていうのもね、あるので、まあ合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。はい、ということで正解は×となります。今回の正解は現在推理の助動詞ですね。まあ、基本的にそうですね、接続する語が終止形または螺旋の連体形の時は助動詞ラムとなります。まあ、完了存続の助動詞リっていうのはね、作業変換活用の未然形、余談動詞の以前形接続するので、それも合わせて押さえておくといいかなと思います。あとね、現在推理の助動詞ラムの識別ですが、原因推理に関しては疑問詞を伴うことが多いです。でまた婉曲の時は文中にある場合がほとんどですから、まあ、そこで意味の識別を図ってもらうといいかなと思います。はい、ということで正解は×です。まあ、正しくは願望の終助詞ナムということで、今回はナムの識別が問題となるわけですが、未然形プラスナムと、まあ、連用形プラスナムで識別を図っていきます。まず未然形プラスナムの場合は願望の終助詞ナムですね。これ未然形接続だからってとかって言うとなります。で、連用形プラスナムの時はこれナムと無が分解できて、完了形の助動詞ヌの未然形なと推量の助動詞ムの終止形となります。まあ、こちら推量の助動詞というふうに書いてありますが、まあ、推量だけじゃなくて、もしかすると意思にも可能にもなり得るというのは押さえておきましょう。ということで正解は丸です。まあ、こちらはナムの教員の係助詞ということでですね、またナムの識別なんですけれども、先ほどと違ってね、こうナムの場合がなんか活用する語ではなくて、例えばこう連体形であったりとか、まああと活用しない語、こう体言とか、今回だった竹みたいなね、そういった言葉の時の場合は、まあ、何かに接続するわけではないので、基本的には助動詞ではなくて教員の係助詞というふうになるので、合わせて押さえておきましょう。はい、ということで正解は丸です。こちらね、伝聞推定の助動詞の終止形ということなんですけれども、また何の識別がね、問題になります。何の識別に関しては、まず終止形または螺旋の連体形、こちらね、に接続するときは、まあ、伝聞推定の助動詞になりますよ。まあ、これは助動詞のね、接続を考えてもらえばわかると思いますし、で、連体形または活用しない語、まあ、基本的には体言ですね、に接続する場合は断定助動詞になるよってのをしっかりと覚えておきましょう。で、これやっぱ気をつけないといけないのが、やっぱり発音化した形ですね。なりとかね、そういったのにはしっかりと気をつけておくようにしておきましょう。
はい、ということで正解は×で、正しくはね、教諭の格助詞2ということで、まあこれね、2の識別が問題となるんですけれども、これちょっと難しかったですかね。連用形プラス2までは共通していて、その後に助動詞が来るときは完了教諭の助動詞の2の連用形ということになるんですが、その後に助動詞が来るか、またはね、動詞が直接来る場合っていうのは、教諭の格助詞2になるよっていうのをしっかりと覚えておきましょう。この識別ね、ちょっと難しかったかもしれないんですけど、まあ共通テスト出てもおかしくないので、しっかりと覚えておきましょう。ということで正解は×で、正しくは格助詞の2となります。またねこれ2の識別で、今回は連体形の後に2のくっついた形の識別のパターンなんですけれども、基本的にこのパターンで後ろに助詞または補助動詞が接続したときは断定の助動詞っていう風になるので、まあ補助活用になるかどうかは問題となるっていう風にね、この問題を押さえていただけるといいかなと。でそうでないパターンが格助詞の2になるんだっていう風にね、覚えていただければいいのかなという風に思います。またこの問題の関連するものって、主この漢字でね使われるときはご馳走であるというのもね、これ合わせて押さえていただけるといいかなという風に思います。ということで正解は×ですね。打ち消しと助動詞図の連体形が正しいということになります。まあ、今回これ布の識別が問題となっているわけですが、基本的にはね、未然形プラス布の時が打ち消しの助動詞で、連用形プラス布の時が、まあ、連用形接続の完了教諭の助動詞布の終止形という形で押さえていただけるといいかなというふうに思います。ということで正解は丸です。まあ、今回正しくて打ち消しの助動詞図の連体形ぬということになります。ぬの後ろがね、こう前が見て分かんなかった時に後ろを見て判断しましょうということで、ぬの後ろが連体形接続の語、まあこれ一般的に名詞だったりとか、また連体形接続の助動詞なりたりごとしなんかが来ている時は打ち消しの助動詞図の連体形ぬということになりますし、ぬの後ろがね終止形接続の語、まあ終止形接続の助動詞なんかね一番分かりやすいと思うんですけれども、そういったものが来ている時は完了の助動詞ぬの終止形ぬということになるので、しっかりと覚えておきましょう。ということで正解は丸で、打ち消しの助動詞図の依然形ねということで、まあ、今回ねの識別なんですけれども、まあ、前で見て判断で、未然形プラスねの時が打ち消しの助動詞図の依然形で、連用形プラスねの時が完了助動詞ねの命令形ということになります。ぬとねパラレルに考えていただけると非常にわかりやすいんじゃないかなというふうに思います。ということで正解は丸で、正しくはねこちらね完了助動詞ぬの命令形ということなんですけれども、まあ前がね未然形か連用形か分からないときにどうやって判断するんだということなんですけれども、こその結びになっているときとか、あとは接続助詞ど、どもばが接続しているときっていうのは、これ基本的にはこその結びとかはね依然形になりますよねっていうところから、打ち消しの助動詞図の依然形なんだというふうに判断してもらうと、で丸1以外の場合のときが完了助動詞ぬの命令形なんだっていうふうに押さえていただけると、まあだから基本的にはまず打ち消しの助動詞図の依然形に当たるかを考えてもらえばいいかなというふうに思います。お疲れ様でした。ということでですね、今回の古文ノック何問正解できたかをぜひねコメント欄で教えていただければなと思います。またね簡単だったとかね難しかったとか、ぜひそういう感想もね聞かせていただけると嬉しいです。もうこれね共通テストで、ね、文法問題出るかどうかわかんないんですけど、必ず、ね、役に立つと思うのでしっかりと押さえておきましょう。残り日にち少ないですが、しっかりと最後ね頑張ってください。ということでね、この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。